リオアチャは、コロンビアのカリブ地域北部ラグアヒーラ県に位置する都市、自治体。リオアチャ、リオデラアチャとも表記され、先住民の和遊族からは、シュチーマと呼ばれる。カリブ海に注ぐランチェリア側の川口部に築かれたら、グアヒーラ県の県とで、住民は、和遊族などの先住民系が多数を占める。植民地時代には新獣を輸出する要項があったため、近年でも、 県の文化の中心地として栄えている。このことについては、ガブリエル・ガルシア・マルケスの小説、100年の孤独や、予告された殺人の記録にも記述がある。自治体としてのリオアチャは、県の南西部に位置し、西をディブラ、北をマナウレ、東をマイカオと、アルバニア、南東をアトヌエボ、バランカス、ディストラシオン。リオアチャ大聖堂この地域一帯では、古くから、 アラワク族の一部族、マユ族が住み着いていた。1498年に、スペイン人水夫のアロンソでオヘダが陸地を、発見後、少し経って探検家のフアンデラ・コサが、現在のラベラ岬に上陸した。1535年には、ドイツ人探検家のニコラウス・フェデルマンが、ヌエストラ・セノーラ・サンタ、マリア・デロス・レメディオス・デル・カボ・デ・ラベラという街を築いた。やがて、 スペイン人がこの地で大量の真珠を発見すると常に海賊に狙われるようになった。町が海賊によって荒らされると市は町を丸ごとランチェリア側の河口に移転し海賊を混乱させた。次の襲撃に備えて町を再建することもできた。新しい町はヌエストラセノーラでロスレメディオスデルリオデラーチャと名付けられた。オナの川というのは この地域に斧に関する言い伝えがあったことにちなむ。市街地は着々と拡大されたが、すぐに、また海賊に狙われるようになった。1596年には、イギリス人海賊のフランシス・ドレークによってまたも、襲撃され、金や真珠が略奪された。コロンビアやベネズエラがスペインから独立する頃、リオアチャ港には、独立を勝ち取るため多数の艦船が停泊し、住民の多くも、 革命海軍に所属していた。革命の英雄と言われているホセ・プルデン・シューパディラ、提督もリオアチャの出身である。18世紀にはサンタマルタ州の一部としてニューグラナダ副王領に組み込まれた。1954年にリオアチャ市は自治体にもなり、1964年に新しくら、グアヒーラ県が設立されると県とになった。 毎年6月29日から7月1日にかけては、ディビディビ国家祭が開催され、最終日には、ラ・グアヒーラ県の設立を祝う。アルミランテ・パディラ空港があり、首都、ボゴタやバリエドゥパル、アルバとの間で、定期便が就航している。ありがとうございます。